レンザで休むという連絡は夫の永田武からありました。明日休むというのは2月21日火曜日でした。27日には電池局ということで、昨日ライブ連絡したんですが連絡は取れませんでした。永田容疑者は男性胸を刺し重傷で、警察は回復を待って進める方針です。お知らせの後もニュースを